ヤクブ、ベク・ヤクブベクは、高換度半国出身のウズベク人軍人、指導者、イラン系のタジク人とする説もある。新末の混乱に乗じて、東トルキスタンに入り、タリムボン地域帯を制圧したが、サソウ島に討伐された。ヤクーブベクとも表記される。1864年、東トルキスタン各地のムスリムが、 新朝支配に対する大反乱を起こすと、高官土藩国の軍人であったヤクブベクは、翌年兵を率いて、タリム盆地に入り、カシュガル、エンギシェールなどの新軍中東兵を破った。さらに1866年には、ヤルカンド、ホータンを占領して、タリム盆地西部を掌握し、1870年には、東部のトルファン、さらには、天山山脈を越えたウルムチオも攻略。 翌年には、イリ地方も占領して、新朝の勢力を東トルキスタン主要部から追い落とした。当時、イギリス帝国とロシア帝国は、中央アジアの支配をめぐって、拡区を繰り広げており、ヤクブベクは、イギリス領インドから大量の武器援助を受け、1874年には、イギリスと条約を結んでいる。英国は、カシュガルに領事を常駐させた。この条約で、 ヤクブベクはカシュガルとヤルカンドのアミールと称したので、英語ではヤクブベクの王国をカシュガル王国と呼ぶ。彼はまた西トルキスタンのブーハラハン国やトルコのオスマン帝国とも通行した。特にオスマン帝国とはヤクブベクの政権に対するオスマン帝国の総資権を認める代わりに武器の援助や軍事顧問の派遣を求める交渉を行い、 オスマン帝国から正式にアミールに認じられるなどの一定の成果を得た。ヤク部べくはイスラーム的な価値を重視、強調することで地元住民からの支持を得ようとした。その現れとして東トルキスタンにおいてモスクや聖者病に対する保護や寄進を盛んに行ったことが挙げられる。1876年3月。 新朝の金佐大臣佐総統がドイツのテルゲ商会の協力もあり、8万9千の兵力を率いて縮州に進駐した。同年6月、薬部、海軍と新軍は黒溝駅で衝突、薬部、海軍は大敗した。薬部が死守しようとした小牧地、ウルムチ三条は陥落した。7月には、新軍は天山北路の海軍をすべて制圧する。 冬を避けて、翌年1877年、新軍は、ウルムチの東南のタシサカキを攻撃、日攻めによって制圧した。ヤクブベク王国を、英露の干渉国とみなしていた、英国も、この、真の猛攻に驚き、ヤクブ側は、サイードヤクブをロンドンに派遣した。サイードヤクブは、インド省のフォーサイスを通じて、ヤクブベク王国は、ビルマと同様、 真の総主権を認める用意があると伝えた。同年6月、英国インド省のソウルズベリはこれを受けて、清と薬部側との会談を準備したが、この時すでに新軍はトルファンを総攻撃していた。新朝廷でも佐相党と対立する解剖派は、イギリスの提案を受ける、要、利口省に打電している。役部ベクは、トルファン陥落を聞いて、5月30日にコルラにおいて、 副毒自殺したと言われる。薬部ベックの自殺情報がイギリスに届いたのは7月16日であった。リューキン東軍は11月にカシュガルを制圧した。ロシアはロト戦争を始めており、新軍の動向に対応できなかった。翌1878年、東トルキスタンは慎重によって再征服された。1879年、 キシは9ヶ月にわたるロシアとの交渉の末、10月2日、リバディア宮殿で18カ条条約に調印した。しかしこの条約は、ロシア側の意向に沿ったもので、イリ西部とイリ南部をロシアに割上し、ハミ、トルファン、ウルムツなど7カ所にロシア領事館を設置し、さらにロシアとの免税貿易を許可するという内容だった。キシ側では、長の議論はし、は、 ロシアとの改戦を主張した。結局、外交を担当した高志圧は政大公によって死刑を宣告されたが、イギリスが新側にロシアを怒らせないようと高志圧死刑御赦を進言、清はそれを受けて御赦を決定する。ロシア側は清との戦争を準備し、軍艦を航海へ派遣し、他方、佐相党は、 イリ攻撃作戦を練った上で1880年4月、祝州を出発、はみに至る。しかし、佐相党は、軽備え顧問として朝廷に戻され、ロシアとの和平交渉が開始され、1881年2月、入り条約が締結された。ありがとうございます。